アシュボーン男爵は、イギリスの貴族、男爵、連合王国貴族爵位。政治家、エドワード・ギブソンが1885年に除されたのに、始まる。保守党の政治家、エドワード・ギブソンは、ビクトリア朝後期から、エドワード朝初期の保守党政権下で、アイルランド大法官を3期にわたって務めた。その最初の就任に際しての1885年7月4日に、 ミース州におけるアッシュボーンのアッシュボーン男爵に除された。彼の死後、長男ウィリアム・ギブソンが二大男爵位を継承した。しかし彼には子供がなかったので、彼の死後には老いにあたるエドワード・ラッセル・ギブソンが三大男爵位を継承した。彼は海軍中将まで昇進した海軍軍人だった。2020年現在の当主はその孫である五代。 男爵エドワード・チャールズ・デオリエ・ギブソンである。ありがとうございます。